エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回は塗りの使い方で変わる対面と生存力を上げる塗りの活用方法となります。フラをしていると塗りは大事という言葉は聞きますが、この塗り方も武器によって恩恵が違いますし難しいですよね。そもそも塗るだけで対面や生存率が上がるといってもスペシャルが溜まるからとざっくりなイメージなのかなと思います。そう考えると塗ることの優先度ってなかなか上に上がりにくいなっていうのは思いますね。ということで今回は塗りの使い方で対面と生存力が上がる活用法を次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。一つ目の塗りの活用は、タイロ塗りを意識するということです。生存率を上げる塗りの活用方法となります。タイロ塗りというのは、聞くとそもそもあまり意識がないような感じがすると思いますが、皆さんはやってるでしょうか？塗りというと、前線に上がるまでの移動ルートと、その時にスペを貯めるように塗る程度かなと思います。ですが、この塗り意識だけだった場合、進むことしか考えていないので、初動負けした時や人数不利のことを想定していません。この場合ですが、逃げ場を失ってしまい、追い詰められて負けるということが出てきます。これは前衛でも後衛でも言えることですが、危険な時は下がる必要性が出てきます。ですが、下がるにしても足場が濡れないと移動速度が確保できないので、逃げ切れなくなるんですよね。これをなるべく防ぐ保険として移動しながら逃げ道の確保をするように塗っておくことをお勧めします。例えば壁を塗っておくとか、タイルに対して塗っておくっていうところですね。特に戻るための移動ルートが一つしかないマップの場合は、この足場塗りっていうのが生存につながることがあります。こういったマップは敵との睨み合いが多くなりますので、余裕があるなら塗りの確認などもしておきましょう。またタイル塗りとまでは言いませんが、後衛の場合は前衛の後ろの塗り状況を見て余裕があれば塗ってあげましょう。意外とこういった塗りで味方が逃げ切れるきっかけになったりします。ただサポートした方がキルできそうなら攻撃で大丈夫です。続いての塗りの活用は、キャラコンと塗りで生存率を上げるです。これは逃げるための塗りで生存率につながります。塗り行動といっても、ただ歩きながら全体を塗るだけが塗り意識というわけではありません。これは塗って場を整える意識ですね。ですが、この塗りという行動は、状況によっては逃げる際に重宝するものとなります。必ずしも足場が整っている状況ではないですからね。そういった時にしっかり塗りながら逃げる必要が出てきます。このキャラコンと組み合わせた塗りの活用法ですが、1つ目がライジンステップですね。で、二つ目がジャンプの壁塗り短縮となります。どちらも聞いたことがある人がいるのかなと思いますが、対面時や裏取りで紹介されるキャラコンになるかなと思います。実はこれも活用の方法次第では生存率を上げる方法として活用ができるんですよね。この二つに関してですが、敵インクを無視して移動したりスムーズにするために紹介されているっていうことが多いです。敵のいる場所に最低限の行動で進む方法ですもんね。ですが、これは機動力が高くなるので、逃げる時も活用が可能となります。まず、ライジンステップですが、敵を正面に捉えた状態で下がりながらライジンステップするだけでいいです。足場が悪かったとしても、ある程度のスピードを維持して逃げることが可能となります。さらに、敵の攻撃を避けながらとなると、生存率も自然と上がります。足元をしっかり塗って素早くできるかが重要ですね。ただ逃げ方としては、思いっきり後ろを向いてライジンステップをするのか、敵を見ながらライジンステップをするのかで全然変わりますので、このあたりは慣れが必要になってくると思います。二つ目のジャンプ壁塗りは、壁裏からの逃げで活用できます。打倒やなめろうなど、自陣に戻りたい時に使えます。余裕があるなら、ジャンプ塗りをする必要はありませんが、時間短縮して少しでも整えるのであれば、これはありかなと思います。さらに被弾を抑えるのであれば、イカロールを挟むと時間の短縮にもつながって、より安全になる確率が上がりますね。ちょっとした塗りの活用によって、これだけ生存につながる動きができるというわけです。塗りといっても、全体を整える場の意識、
ですね、これは縄張りとかでありますが、それとは別に自分の足場を整える点の意識っていうのもありますので、うまく使い分けて活用してみましょう。続いては対面中に活用できる異界堂を多用して回復することです。まずニカちゃんのライフに関して最大100というのは知っているかなと思います。ですが回復速度となるとどうでしょうか。意外と知られていないと思います。ではニカちゃんたちの回復速度をざっくり説明したいと思います。まずダメージを受けて1秒後に自然回復開始となります。この状態では約10ダメージを1秒ほどで回復になり、ピンクに潜れば約8倍ぐらいの速さで回復するっていうのがあります。これは実際に試してみたっていうところですね。まあいろんな人調べてますが、だいたいこれぐらいの速さとなってました。ということは対面中に自分のインクに潜った方がより早く回復ができるという風になってます。約2秒ほどで回復するみたいな感じなんですよね。ただし敵インクを踏んだら剣サレはされます。何度も攻撃を当てて時間が1秒以上経つと当てづらかったりするのはこのためなのかなと思いますね。また足場が整っていることで有利なのは回復阻害と自動回復をする機会が得られるからです。ということは後衛武器なら対面中に攻撃を受けた場合、二階堂で逃げて回復してまた反撃ということができるわけですね。これを繰り返せば面倒な立ち回りが可能になるわけです。また前衛の場合は被弾した場合、二階堂で下がりながら対面を続けていることによって回復しながら反撃というのができます。しかも足場が自陣インクの方に引っ張れれば相手はスリップダメージをもらうので対面で勝ちやすくなるっていうのがあるんですよね。このようにそもそも回復の原理を理解していれば二階堂を多用した方がいいというのはわかると思います。もちろんスプラ3の武器はキル速が速いので回復が追いつかないということはありますが、相手次第では逃げ切れるというわけですね。回復の原理を利用すれば自陣の足場を活用した対面の仕掛け方や引き方で使えるので、ぜひ自然回復を意識してみましょう。最後にですが、塗りの活用方法で塗った足場に引きずり出すようにしましょう。足場塗りが強いのは逃げる速度であったり機動力の確保やスペシャルを貯めるなどいろいろありますが、対面でももちろん有効です。塗りを使った対面としてですが、こういった場面で活躍します。敵の前衛が高台にいて自分が下にいるという時ですね。こういった時というのは高いところにいる相手というのは有利な状況なのでなかなか降りてきません。ですがルール関与や対面で仕掛けて逃げたりというのを繰り返していると我慢できずに降りてくるということがあります。これを利用して相手を足場に引きずり下ろして、そのタイミングで動きを封じながら対面するという風にしていきましょう。ただこれは状況によって難しい方法なので、その場から下がってみたり潜伏をしたり降りてくるのを待つなどありかなと思います。まあ、ガチマッチ中であればルールを無理やり動かして相手が焦るようにするっていうのも大事ですね。ちなみに後衛の場合ですが、こういった敵は倒せるチャンスなので積極的に攻撃をすることを説明します。足場が取られている敵ほど楽に倒せますからね。はい、ということで今回ここまでとなります。塗りの使い方で変わる対面と生存力を上げる塗りの活用法はいかがでしたでしょうか。塗りをするといっても足場を整えることもあれば、自分の足場をうまく使うということも大事です。機動力の確保や回復に生かしたりと対面の体勢を整える場面でも使えますので、しっかりいろんな使い方をしていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。